皆さんこんにちは、イフ奥村です。本日なんですけども、こちらのハイエースワゴン GL をベースとした WB8 というシートカスタムがあるんですけども、今こちらの仕様が大変人気となっておりまして、たくさんのお客様にご依頼をいただいてたり、お問い合わせいただいたりしてるんですけども、で今回こちらのワゴン GL の WB8 を実際お客様が来店していただいたような感じでご紹介していこうと思います。それでは VTR スタート。WB8 の魅力としましていくつかあるのが、こちらはハイエースのワゴン GL をベースとしているために、もともと3ナンバー10人乗りとなっています。あとはデボシートのシートカスタムに比べて比較的納期が早かったり、ラウンジ仕様だったりとか、車中泊のベッドキット仕様にできたりとか、様々なシートカスタムがすることができて、いろんな場面で使えたりしますので、とてもおすすめの1台となっております。まずフロント部分を紹介していこうと思います。そちらステップに足かけてもらって運転席に乗ってください。どうですか、見やすくないですか？そうですね、なんか、ね、あんまり何ですかね、怖さはないというか、なんかボンネットがない分前が見やすいから、はい、ちょっとギリギリなとこでもこう覗き込んだらいけそうですよね、うん、見えるかなと。それでも心配なんだったら、コーナーセンサーとかもつけることができます。あ、なるほど。そう、それがあればじゃあ結構安心です。そうですね。で今ハンドル、シフトノブで、インテリアパネルとか見ていただいたら分かると思うんですけど、インテリアパネルのマホガニーっていうお色をつけてまして、はい、あ、この木目の感じで。そうです、そうです。茶色っぽいお色なんですけど、もともとハイエースのワゴン GL は何もついてないんですよ。はい。でこれあのダークプライムにはこれっぽいのがついてるんですけど、はい、ワゴン GL にはついてないんで、はい、イフのオリジナル商品をつけさせてもらってます。あ、なるほど。これはイフさんでじゃあ後からつけられた。そうですね、乗用車っぽくてなんか高級感あると思いませんか？確かにそうです ね、この木目の感じが。これあるとないとでは全然違うんで。ハイエースって貨物車ってイメージあった。そうですよね、はい、こちらにアームレストつけさせてもらってるんですけど、はい、これが小物入れ付きになってるん で、細かいものとかなくしやすいものがあったらこう入れてもらったらね。そうですね、いいかなと思います。運転席と助手席のアームレストが付いてないんで、はい、まあ、こういったものが商品で展開されてます。はい、これは欲しいですね。ね、あとカップホルダー、フロントのカップホルダーも、はい、インテリアパネルに合わせて、はい、マホガニーのお色になってます。はい。でちなみにこのインテリアパネルとか、はい、とカップホルダーとか、はい、今回マホガニーで紹介してるんですけど、黒木目っていう色もあります。黒っぽい木目です。別の色のやつもあるんですね。はい、あります。2色となってます。次にシートカバーなんですけど、はい、イフオリジナルの 3D 成形バケットシートとなってまして、はい、ここが膨らんでると思うんですよ。はい、これが、3D の成形になってまして、はい、乗り心地もいいっていうお客様の声をいただいてるんですよ。確かに、でも形見た感じもフィット感ありそうで、うん、そうですよね。結構長く使われてても破れたとかはあまり効かないんで、丈夫なんかなと、うん、いいですね、思います。で色が、はい、今回はブラックホワイトなんですけども、はい、他にもカラーがありまして、はい、ブラックブラック、ブラックボルドー、はい、あとはボルドーブラックとなってます。じゃあ全部で4色から選べる。そうですね、アームレストも今回色を合わせてます。あ、そうですね、確かに、はい、これはじゃあシートカバーに合わせてこの色にしてるって感じですかね。はい、別の色もお選びいただけるんですけど、はい、まあ、大抵皆さん合わされます。揃えてっていうか、揃えて。あ、なるほど。2列目以降のご紹介しようと思います。まずリアデッキテーブルなんですけども、はい、こちらもインテリアパネルと同じくマホガニーというお色をお選びいただいてます。イフのリアデッキテーブルはカップホルダーが3つと少し小物を
入れれるようなトレイがついております。これだと小物とかも落ちないんで、ね、携帯とかもそこ置いてもらったら運転中も落ちないと思うんで、はい、便利ですよね、はい、2列目なんですけども、はい、こちら純正の2列目のシート使用してまして、はい、シートカバーは全席と同じくブラックホワイトとなってます。シートベルトがあるんでこちらにチャイルドシートをつける方が多いです。ここにお子さんを、そうですね。でもし4人家族さんとかだったらこちらにあのお子さんなり乗せていただいて、はい、走行される方が多いです。2列目のシートの足の部分に、はい、イフオリジナル家具がついてまして、これオリジナルで、はい、でポケットついてるんで、はい、もうなくしやすいもの、メガネとか、あ、私やったら入れると思います。まあここも携帯とかですね。そうですね、スマートフォンとかも入れますね、うん、すぐなくしちゃうんで。結構収納もたくさんあっていいですね。やっぱ収納ってね、いると思うんですよ、はい、この前席のシートカバーの後ろにもポケットがついてるんで、はい、こちらですね。あ、本当ですね、はい、ここもちょっと雑誌だったりとか、はい、ちょっと薄めのもんだったら入る、うん、入りますね、入れてもらったら。で純正の、内張りに2つカップホルダーがついてて、ここちょっと、はい、なんか、物も入れれるんで、ドリンクホルダーがなくて困るってことは絶対ないと思います。そうですね、これでもかっていうぐらいついてるんで。フロア材なんですけども、はい、これ気になってました、はい、こちらね、今回ちょっとフローリング、もう本当にお家のフローリングのようなデザイン選んでいただいてるんですけども、これももうたくさんの種類の中から選んでいただくことができて、はい、今回お客様がこちらを お選びいただいております。ホームページにも電子カタログを載せてるんで、あそこから選んでいただくことができます。先にちょっと見て決めたことかもできるんです。そうですね、もうね、ありすぎて種類が、はい、もうお客さん迷われて、はい、もう大抵カタログ載ってるやつとか言われる方が多いです。それぐらい数があると。そうなんですよ。で、イフのフローリングはちゃんとこうね、はい、下に天板入れてるんで、はい、すごいしっかりしてるんですよ。確かに。で、CF マットとかだったらこういったとこにかませてるだけなんで、浮いてきたりずれたりすることがあるんですよ、はいはい、ただイフのはちゃんと天板が入ってるから、もうずれたりとか浮いてきたりっていうことは絶対ありません。完全にもう床みたいな感じになってますね。はい、いいですね。これは掃除も楽ですし、あ、確かにね、拭き掃除とかもできるんで、はい、実際住宅用のフロア材に使われているものなので、あ、やっぱりそうなんですね。はい、お手入れも楽だと思います。それでは2列目以降のご紹介をしようと思います。お願いします。はい、実際乗ってみてください。はい、まず天井なんですけどね、はい、ハイエースってすごい荷室が広いんですけども、はい、やっぱエアコンの機器って気にされると思うんですよ。そうですね、やっぱ広い車ですし、ね、こちらのカスタム上、はい、後ろで過ごす時も多いと思うんですよ。はい、ワゴン GL はもう純正で最初からエアコンの吹き出し口が後ろにも6つついてるんで、はい、はい、あ、確かに、もうエアコンが全く効かなくって暑いっていうようなことはないかなと。それは助かりますね。いや、必要だと思います。こちらの家具なんですけども、はい、ここにもカップホルダーがちゃんとついてます。まだあるかっていうぐらい。まだあります。3列目は、はい、大人の方だったら2人乗れるかなと。あ、そうですね、全然行けそうですね。はい、で今ここにベッドキットを収納しています。はい、でこのストッパーがあるんで走行中も倒れてきたりとか、直すところがなくて邪魔とか、はい、そういったこともないんで、はい、快適かなと思います。わかりました。このテーブルは取り外しが可能なので、はい、もう使わないときは折りたたんでもらって、はい、いつもだけ出せる。そうです、ね、カップホルダーが4つ全部で何個やんすけど、後ろだけで13ですね。あ、13ありますか。このテーブル天板は今回黒木目となってます。荷室部分の内装に合わせて黒っぽいお色を選ばれたのかなと思います。はい、あ、まあ全体的にちょっと黒ベースな感じなんで、はい、こちらもマホガニーがございます。ちょっとシートカバーがね、黒なんでね、はい、黒が多いから黒っぽい方が合ってるのかもしれないですね。なるほど。後ろの天板、ベッドの天板も、はい、4列目のシートカバーも全て全席と同じ
ブラックホワイトのシートカバーとなってます。こいつした感じで、はい、4列目は純正の4列目のシートを使用しているので、はい、こちら跳ね上げが可能なので、はい、もうここに人が座らないときは跳ね上げしてもらったら、もうスーツケースとかもたくさん乗りますし、はい、ベビーカーだったりとか、まあ、大きめのものも乗せることができるのでとても便利かなと思います。自転車とかも乗せれると思うんで、あ、確かに、うん、まあ、アウトドアにはすごいぴったりな仕様になってるかと思います。いろいろね、シートアレンジができるっていうのがやっぱり便利ですね、うん、対面の今、はい、ラウンジ仕様で座っていただいてるんですけど、広々してるかと思うんですよ。そう、全然狭さ感じないですね。ワゴン GL はミドルルーフとなってるんで高さも十分にあるんで、はい、頭スレスレになることもなく。そうです、僕も結構身長高い方なんですけど、はい、全然あの、ね、頭ギリギリとかってこともないんで。そうなんですよ。こっちは何なんですか？このこれはベッドキットの天板のもう一つを収納してるんですけども、はい、ここに座っていただくこともできるんですよ。まあ、走行中はちょっとここシートベルトがないんで、はい、ダメなんですけど、例えば6人ぐらいでご飯食べたいなとか、ちょっと休憩者の時にここに座ってもらったりとか、でこちらに座っていただいてもなんとカップホルダーがついてるんで、あ、確かに、そうここで失礼しますね。そうなんですよ。あちこちにあるんで、この天板を使わなくても、はい、こっちの3列目の方に収納してた天板を、はい、ベッドキットにしてもらって、はい、ここを通路にして開けといてもらうっていう使い方もあります。あ、なるほどなるほど。まあ、お一人とか二人とかやったらね十分かなと思うので、はい、まあ、そういった使い方もございます。この下の穴は何ですか？これは何か収納できるような家具になってるんで、はい、まあ、靴だったりとか。ああ、なるほどなるほど。フローリングってやっぱり汚すの嫌だっておっしゃる方が多くって、はい、ドキにする方が多いんですよ。ああ、確かにそうですね。まあ、でも靴ってどこ置くのってなるときに、まあ、こういったとこに入れてもらったり、はい、あと過去に靴箱をオリジナル家具でオーダーされた方もいらっしゃいます。別に、はい、あ、確かに。でもドキにする人からするとちょっと靴箱欲しいかもしれないですもんね。置くとこがね、はい、ないですし、このステップ部分にね私はよく置いてるんですけど、結構落とすと多いんですよ。知らん間に落ちることあるんで。なるほど、まあ、ちょっとね靴なくなったら大変なんで、はい、まあ、そういったのも、はい、オリジナルでオーダーで受けていただくこともできると。はい、でこちらに USB ポートがあるんで、はい、まあ、充電器だったりとか、はい、させてもらったらいいかなと思います。で USB ポートはお好きなところにつけることできるので、あ、ここにつけたいですっていう話をさせてもらったら、はい、ある程度対応してくれると。そうですね。いかがでしょうか？大人気の WB8 のシートカスタムの魅力をたくさん伝えれたかなと思います。こちらの WB8 のカスタムは持ち込み車両での施工も可能でして、お値段や施工事例などをたくさんホームページに掲載しておりますので、気になられた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度 IFU のホームページを見ていただければと思います。 WB8 のカスタムなんですけども、今まで動画でたくさん配信してきたのでサムネをいくつか貼っとこうと思うので、また見ていただければ嬉しいです。それではありがとうございました。